さあ始まりました、劇団肋骨未完同好会劇団員による YouTube 配信アバラジオ。今回は9月16日から9月25日まで5団体合同で開催されます劇団肋骨未完同好会特別企画タガメキ短集に参加してくださる団体様の紹介動画となっております。進行役務めますのは劇団員の吉田角です。よろしくお願いいたします。今週もリモートでのラジオ収録ということで一部音声が聞き取りにくくなる可能性がございます。ご了承お願いいたします。さあそれでは早速なんですけれどもゲストをお迎えしましょう。本日のアバラジオスペシャルゲストタガメキ短集チーム会日本のラジオくるくるさんより八代秀樹さんと星秀美さんです。よろしくお願いします。はい、日本のラジオ代表の八代と申します。今回は脚本と演出とあとちょっとだけ出演もします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして星さんもお願いします。はい、星秀美と申します。フリーで役者をやってます。日本のラジオさんに出させていただくのは、2回目でのプロデュースとかも含めたら5回目ぐらいなんですけど、肋骨未完同好会さんの方にも、主流となるっていう作品でお世話になったりしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてですねちょっと星さんと八代さんのお二人には見えてないんですけれども、僕とあとこの動画を視聴してくださってる皆さんには画面の左側に左指がない手が映ってるんですけどこれはその他のね稽古終わりということでその他の方が周りにいるからたまに声が聞こえたらその人のだよ怖くないよっていう意味の左手になってますそれだけ説明させてください怖いあ、全然気にしないでくださいって言われたんですけど全然楽しそうだなって思ったらね全然入ってきてくださって大丈夫ですからね。います。我々以外今稽古場の終わりで撮ってるので何かがいるんだ。誰かは教えてくれないんだ怖いよ今回ですね八代さんも星さんもですね実は僕直接お話しさせていただくいただいてるのはつい結構最近なんですよね。実はそこまでそうですがっつりお話というのをさせていただいたことがなくてもちろんずっと SNS ではずっと知っていてやっとお話だっていう感じでちょっとドギマギしながらでもお二人とも本当に優しく接していただいて今回はこの二人が来てくださるということで大変安心しました私は。思ってるんで。ごめん飛んでてなんて言ってるか全然わかんない。もう一回言ってもう一回言って。かくちゃんのことマブダチだと思ってるよって言いました。わ皆さん俺にマブダチができました。ありがとう。やったぜ。八代さんとは勝手にもう俺も三国志仲間という三国志好き三国志大好き仲間です仲間って勝手に認定させていただいてます意外といないですよね三国志の話できる小劇場の人って。そうですね、そんなことないですか。振ればいるのかもしれない隠れ。ああ20億人ぐらい三国好きな3分の1確かにいるからな絶対に三国好きだけど三国好きは全員そうまあそんな3人プラスその他でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まとまったかな今のわかんないまとまってないかもさあ今回ですねタガメキ短集5団体が、出てくださいまして日本のラジオさんも出てくださるくるくるさんという作品で出てくださるということなんですけれども、いっぱいですね質問が来ておりますのでちょっとそちらにお二人に答えていただきたいと思います。はい、まず最初の質問なんですけれども、今回舞台がタガメ市、タガメキ短集タガメ市を舞台にするんですがタガメ市のどのあたりが舞台となりますかという質問でございます。こちら八代さんいかがでしょう。はい、ですね、はい、今回でも
実を言うとその直接本当の歌は夢の中という感じで、ほう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 、逆にですね、タガメ市の至るところの夢の中の上でタガメ市の至るところみたいな、はい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 、になってるかなと今思ってます。まあでもそのタガメ市ファンなら聞いたことある地名も出てくるんじゃないかなみたいな。そうなんですね。おー、なるほど。なんですかね。そうなんですか、八代さん。ちょっと言ってますけど、星さんも。どうですか。濁されて。濁されて。そうですね。もう八代さんも星さんももうタガメ市という遊び場はもう何度か遊んでいる場所ではあるわけですよね。プレイヤーとしても脚本家としても。そうですね。いろいろ日本のラジオでいろいろ使わせてもらってるで、結構まあそこら辺の絡みもまあ。ないとは言えない感じ。今回の作品、過去日本のラジオで扱ったタガメ市関連もないとは言い切れないみたいな。めちゃくちゃ濁す。めちゃくちゃフラッとさせるじゃないですか。まあ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 。絶対に明言はしないっていう。明言しちゃう。ホラーですからね。確かにその。僕が拝見感激させていただいた星さん のステラプランニングの流曲も八代さんが手掛けてたんですけど、そこも高見市ちょっと出てきてましたよね。そうですね、舞台は違う町なんですけど、その星さんがやった役が、うんうん、高見市から来た、うん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 、ちょっと名前と噂だけちょこちょこ出てくるみたいな、うんうん、ちょっとそういう設定感激してて、おってなりましたそう、やってても私も脚本が到着してきて、お来たねと嬉しい、嬉しいですね好きあらば入れてくるなので嬉しいどれだけ肋骨がね、お二人にありがとうって思ってるかっていうこちらこそなんです、ね、楽しい遊び場をねいや嬉しいです、そして、次の質問なんですけれども、今回八代さん久々にご出演いただくと思うのですが、どのような経緯でご出演をお決めになったのですかという質問が来ております。はい、ですね、今回あれ、まあ、オムニバースで企画に参加させ団体として参加させていただくということで、うん、まあいつも主催の公演だと僕は制作も兼ねてるんで、だいたい受付とかやってたりとか、うん、本番中もいろいろ作業があったりするんですけど、はい、今回主催がもう肋骨さんが主催のイベントっていうことなんで、本番中暇を持て余すなって本番中居場所がなくないか本番中居場所がないから舞台上にいようって思ったっていうことそうなんだね、なんかあんまり出演は本当に2年に1回あるかないか、一昨年だから地蔵中毒に出て、であと肋骨にも、ね、出演経験が僕あります。劇団肋骨みかん同会に出演、実はしてるんです。いつですか、どの作品ですか。5年ぐらい前かな、5、6年前で、タイトル忘れちゃった。ちょっと落語の階段モチーフにしたやつで、それが普通、そう、いろいろ、マンダラですか。はい、マンダラ。あ、マンダラだった。当たった。じゃあ僕見てますよ。マンダラ見てますもん、僕。いや、そうか、八代さん、どっちなんだ。わぁ。医者の役で出てます。思い出した思い出した。あれ、八代さんだ。間違いない。うわぁ、今すごい。うわ
鳥肌立ってます勝手に。俺あの時から八代さんしてたんだ。知り合うって間もなくぐらい本当に。それで知り合った。だからオーディションワークショップオーディション行ったんですよ。ロッポツミカン同好会の、それで、まあ、ワークショップオーディションに1個ずつ会が稀にしかないんですけど、うん、八代さん来たらビビりますね。いや本当に。マジですか。採用された。そうか。いやちょっと知らないことがいっぱい出てきて。その前にはツイッターでタキさんと知り合って。ツイッター芸人同士、当時まさにツイッター芸人同士をもう今ない劇団の悪口を僕が書いて、これはまあ分かんない、本当使っていいのか分かんないですけど、大瀬さんから DM で、もう全然知り合いじゃないのに大瀬さんから僕も同じ思いですよ。DM ねみたいな。共通の敵の悪口が仲良くなる一歩目なんですよ。でなんか面白そうなのあれやってるんだ、次と回りますとか、まあ見てはなかった、はいはい、すごい面白そうだと思って、うん、でワークショップで出演っていう。はい、うわ全然知らなかったです。肋骨と八代さん、確かにいつからの仲なんだろうってのは思ってましたけど、まさかそれが今日聞けるとは思わなかった。お酒飲みながら聞くやつです。本当ですね。本当ですね。知らなかった。そうなんですね。で、ちょくちょく出てて、今回は肋骨がケツ持ちだから八代さんは舞台に出るという。出るっていう、そうです。ちなみに安心して。ちなみにここ八代さんと星さんは絡んだりするんですか今回。お、言えないならいいですよ。言えないならいいですよ。まだ僕がどう出るかが、うんうん、台本決まってて、うんうん、なんかねふわふわ。ダメだ。内容は今日歯切れ悪いな多分全部。台本もできてます。台本あります。調子がいいんですよ今日。この調子でいけるねっていう。おお。俺の出番だけはファッて言ってるんで、まだ自分は直接言ってないんですよ。大学だったのって、大学の人の真似をすればいいかな。すごいこと言ってますよ。いやこれはちょっと生で見てもらわないとわからないな。でも私が八代さんの大学やったりもしてます。やったりやらなかったりしてます。やったりやらなかったり。はい、いろんな人がやってるんだ。はい、すごいすごい楽しみ、本当に楽しみ。ただあらすじを読むだけで俺はもう泣きそうになるくらい怖くて。もともとそう、僕はホラーめちゃめちゃ苦手で、本当に仕事でもホラー系ちょっとできれば NG でって言ってるくらいなんですよ本当に。ただお二人はホラーはもともと得意ですか、好きですか。ああ私お化け屋敷でバイトしたことありますよ。わあそっち側だ。いやでももともとあんま得意とか好きじゃないんですけど、うん、なんかびっくり系がダメで、はいはいはい、そのサスペンスとか、はいはい、ブラッドとか、うん、なんか暴力、うん、バイオレンス結構好きなので。なるほど。なんかびっくりされるのとかさせられるのとか、なんか髪の長い女がこう出てきてうわーみたいなやつはちょっと苦手。はい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 。ミストとか好き。グログロのグロのやつ。この間の八代さんに書いてもらった台本にミスト出てきて見たんですけど、めっちゃ好きあれが好きって相当。いやこれ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 激うつエンドです。激うつエンド最高。じゃあ八代さんはホラーはいかがでしょう。ホラー漫画が好きなんですよ。うんうんうん。
きなので、うん、結構まあホラー何でも好きなんですけど、あ、お化け屋敷だったんです。あ、びっくりが僕も嫌で。あ、やっぱり一緒なんですね。びっくり嫌なんですね、うん、びっくり嫌っていうか、なんか絡んでくるのがいや、お化け屋敷にコミュッション。必ず驚かしてくる。ホラー漫画は多分一番ホラー系では好きですかね。高校の時、あれ、高校の時はイコイコアザラクっていう漫画、ドラマも、うん、結構もう、もうホラーの大御所みたいな、うんうんうん、クロッカーっていう魔女が巻き起こすホラーみたいな、女子高生魔女みたいな。ポップポップポップかな。あれホラー漫画ではあるんですよね。ホラー漫画です、うん、サスペリアっていう、多分もう意味ないんですけど、うん、僕が30年ぐらい前はさ、ホラー漫画専門雑誌みたいなのが、おう、へえ、あの女子中学生を主に読む、うん、決められてる。なんて答えんだ。サスペリア、この雑誌が需要あるのちょっとダメですよ。もうなくなっちゃった。今いじめられてる女子中学生何読むかな。いやいや、あの言っときますが、これ今のは独断と偏見ですからね。八代さんの好きで読んでいますからね。好きで、すごい好きで、うん、私小学校の頃ちょっといじめられてますけど、ましたけど、あのマイバースデーっていう占いの雑誌を毎週買ってます。いろいろある。選択肢はいろいろある。すごい、半分ぐらいなんかいじめで復讐するみたいな話。ああ、なるほど。本当、多分ホラー漫画で、だまあ多分トレンドがあって、多分いじめで、今でも多分ホラー漫画って結構ある、多分見られてるの復讐みたいなのって多分定番。うん、なんか SNS ねみたいな、あのツイッターでよく流れてくるやつ。はい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 。今でもホラー漫画。そのすごい古い定番のやつとか、その実はそんな詳しくないんですけど、うんうんうん、連載中のやつとかは結構あのいろいろ読んだりとか買ったりとかしてます、うんうん、じゃあもうかなりお二人ともホラー好きですね。でも今聞いた限りです。びっくり系は苦手だけどっていうことでしたか、うん、どっちかというと好き、うん、そうですね。だと思ってたけどいつの間にか好きになっちゃう、うん、恋愛ファーストインプレッション最悪だったけどみたいな。あ、なんだあいつ。経営ドキュメント。ドキュメント、心霊ドキュメント、お分かりいただけただろうか。はいはいはい。今減りましたね。アプラとかで。ああ、なるほど。アベマとか。確かに、なんかホラー系のそういうバラエティーなくなりましたね。ドキュメントも。そうですよね。なんかやっぱね、なんかよ、なんでしょう。よくない。よくない。脅かすのがよくない。確かに怖いですもんね、普通にね。今コンプラとかも厳しいしね。この企画を否定してないです。大丈夫です。やばい、本当だ。まあまあ今回はあれですからね。そうそうそう、劇場ですから。見せ物小屋みたいなものです。やれば。続いての質問なんですけれども、今回鬼ほど怖くしたい&びっくりさせる演出はないと聞いたのですが、本当ですかという質問です。これなんですけどね、はい、鬼ほど怖くしたいのは鬼ほど怖くしたいなって思ってるんですけど、うん、こうやってやってるんですけど、はい、びっくりさせることはしないっていうのは、あのどうしてもね、ホラーとびっくりは
あの切っても切り離せない。そうですよね。そうですよね。そう、お化け屋敷的なびっくりはないです。はい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 、はい。わってやつはないっていう感じですね。まあ、そんなにその大きな音とかは出さない。なんだろう、血と、まあ、あらかじめこれ言っちゃってる血とかも出ない。血とか、露骨な語は、はい、黒、はい、ない、僕の感覚ではない。おっと人によっぽいんだよ、本当に。怖いの。そうですね、グロと怖いは人による。どのぐらいを、僕の感覚ではない。多分ない。星さん的にはどう思いますか、その部分。私も別にそんな、なんか怖いのダメな人って多分こう暗いだけでもダメだったりするから、はい、暗くて無言でちょっと物音するとかだけでも怖いから、そういう人にとっては確かに怖すぎるってなるかもしれないけど、なんか秀美の感覚としては、あのあらすじ読んだ時の気持ちが20分続くみたいな感じです。まあ、まあ、ホラー怖い俳優の僕としては、見たいか見たくないかで言われたら、今のところ見ない方がいいかもしれないっていう気持ち。怖い、いろんな、どういうの怖いっていうか、いろいろと思うんですけど、だから、得体の知れないみたいな感じの、かなという。はいはい。いや、でも結構なんかね、稽古場で笑っちゃったりとかする場面もあります。稽古場で最初にあの、1回目ちょっとやった時に、あの、安藤さんがの演技が、ちょっとマタロみたいに。マタロマタロ、なんかなんつうのかな、マンとしててちょっと嫌なことがあるとすぐ相手になろうよ。安藤さんがね、マタロが藤子不二雄 A 先生のマタロが来るのマタロですね。そうマタロみたいなのちょっと面白いからやめましょうみたいな。別にあのふざけてるわけじゃなくて、はいはいはい、ちょっといろいろしてるときにそれが一個出てきたんですよ。ああ、それは見たい。安藤さんのマタロは見たいです。ちょっと企画やってみましょうっつったらそうなった。稽古場で今笑い声が起きたりもするっていう風に違うんですけど、あのなんですよね、この前、この収録の前、タスイチさんの収録だったんですよ。そう、はい、その時もみんな言ってました、ね、なんかホラーなんですけど、なんか笑いが起きちゃうんですよみたいなことを言ってて、ね、ほんと緊張と緩和だなみたいなことを言って、ホラー笑い、ホラーギャグって結構笑いの中ではいっぱいあるので、デロデロデロとか、はい、押切れんすけ、あ、押切れんすけさん、確かに確かに。今やってるやつだとレッツゴー怪奇組ってネット漫画ですけど、ホラーギャグみたいな、ヨドリショウコ先生の嫉妬の声を聞くがよいとか、ホラーなんですけどちょっと笑っちゃう。なんか結構紙一重なんだ。うちもだから結構してて、これは俺以上やると面白いになるかもしれないみたいな。そこのバランスを注意深く、ここはもう面白でいいんじゃないかとか、笑っちゃう人がいるんじゃないかとか、それはもうそれみたいな。そっかそっか、やっぱそういう演出する上でそういう調整になっていく来るんですね、やっぱり。そうですね、今それが一番重要かなと。怖い面白いの際を狙っていく。
うんうん、さあ、次の質問なんですけれども、今この段階での稽古場どんな感じですかっていうすごいふわっとした質問が来てます。なんかでも結構先回りでなんか話題に出しちゃってる気が、うんうん、そうですね、今日投資にしたってことですね。楽しい稽古場ですね、うん、まあそう割といつも通り、いつも通り、うんうんうん、そうしたらいつも通りの感じ、うん、特になんか 何やってもだまあなんかちょっと結構シリアスな芝居やる時もありますしコント作る時もありますけど、うんうん、で今回ホラーですけど基本的にいつも同じ雰囲気です稽古場自体。僕日本のラジオさんまた八代さんが手掛けた舞台を何度か見させていただいてるんですけど稽古場の雰囲気全然見えないなっていつも思ってたんですよ。それよく言われるんですよ。流局の時も同じような感じだった感じですかね。流局の時も同じなんですけど流局の時ずっと麻雀やってるって結構やってるんですけど麻雀も普通にやってるんですよ。マージャンも普通にやってるってすごい。その日の稽古のその日のあれだよね、順位が。あ、順位が毎日。そうですね。ちょっとあんまりちょっとあの主催としての反省としてあんまりメリハリがなかった。まあでもそれがあったからこそのあの。入りの感じとかも雰囲気の感じとかも出てたんじゃないかなと思うんですけど、まあ通じるものはあります、ね、そのぐらい割とは緩いかな、うん、僕も他の現場も知らないから、うんうんうん、比べてっていうのは分かんない。でも緩いっていうかなんかそのいい意味での緩さはすごいあってなんか安らいで安らいだ感じでいられる、うんなんか緊張感がないわけじゃなくて、うん、なんだろうな、なんか変に力入らないでできる、はいはい、無駄にピリッとしてない感じですよね。あ、そう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 、うん、なんかいいところを見せなければとか、なんか投資を上手にしなければみたいな、うん、なんか変なガチガチに人があんまいないかな。いやもう僕はベストだと思います。それはその空気感はそんな空気で稽古をやっているということですよ。皆さん気になった人僕も気になったのでさあそしたらですね、タガメキ短集についてのお知らせに入らせていただきたいと思います。質問は以上になっております。お二人ともありがとうございます。タガメキ短集についてちょっと僕が情報をバーって言ってくるんですけど、全然好きにやんやんやんやしててください。やんやんやん入ってきてください。いけるかな。もう全然本当ここはね、あの先に言っときますけどちょっと長いので好きに言ってください。まず高見北州ですね、まあ、頭にもちょっとだけ説明しましたが劇団の骨密感動公開の特別企画、9月16日の金曜日から9月25日の日曜日まで、下北沢の駅前劇場で行われます。参加団体といたしましては、まずチームキ、アウリンさんのゴーシュ、ミセスフィクションさんのそして誰もいなくなるまで待って、劇団の骨密感動公開のもっけの幸い、そして今回お二人来てくださってます、ゲストとして来てくださってます、チームカイ、日本のラジオさん、くるくるさん、たすいち、隣は猫をする人ぞ、劇団の骨密感動公開、長詰めと極楽という6チームでやる、まあタガメシを使ったお祭りですね。ホラーアンソロジーとなっております。いや、めっちゃ余談なんですけど。はいはい。私全部の団体出たことあるんですよ。5団体全部出たことあるんですよ。ひでみき短集やないかい。ちょっとご褒美ください。じゃあなんか室田さんからなんか行くと思いますよ。今度。うち江崎さん以外の主催がうちに全員出てるあすごい。江崎さんじゃあ江崎さんも出ればコンプリートすごいですね。
花瀬さん、うん、どうだ主催って、ね、ミサキックさん主催って、あーそっか、今今村さんでいいの、今村さんでいいんだって、今村さんで、うんうん、で大成さんで、はいはいはい、うん、うわーわすごい、目崎さん会うのでは、目崎さんいやー、目崎さんに一覧出たらどんな役やるんだろうなすごい楽しみだな。じゃあもう日ラ機関衆じゃないですか今回何でも機関衆にすなやばい、ジャックされちゃう、ジャックされちゃう日本のラジオさんはチーム会ということでですね、タイムスケジュールでございます。今回あのお二人が来てくださってますので、他の、チームは、まあ今2人は見えてるんですけど、視聴してくださる方はですね、今タームテーブルが見えてるので、この動画で見てください。日田さんが出てるチーム会のスケジュールだけ読み上げます。はい、まず16日、初日ですね、金曜日、チーム会が19時の会でございます。そして17日の土曜日、15時の会がチーム会。18日日曜日、16時の会がチーム会。そして19日月曜日、こちらはチーム会しか、いません。1チームだけです。13時の会に、チーム会となっております。まあ、前半戦の役日みたいな感じですね。そして20日の火曜日が休演日となっておりまして、21日水曜日、15時の会がチーム会、22日木曜日19時の会チーム会、23日金曜日13時の会チーム会、そして24日の土曜日、全体の千秋楽は25日の日曜日なんですけれども、チーム会は24日の土曜日の、ソアレですね、19時の会、こちらが楽日となっておりますので、皆様何卒チェックの方よろしくお願いいたしますちょっと大きいですよ、あの見えない見えない指さして指さしていました今何を指さしてたってこちらってやっちゃうんですよこれ体にしますそっちの状況を見たい今どういうことになってるの新しい取り組みします続きましてチケット料金に参ります。まあ、チケット料金ですね、いっぱいありまして、あのこれもですね、あのお二人は見えてないんですけど、動画ご視聴の皆様は画面で見えております。パート料金流れているんですが、まず前売りが4300円となっております。まあ一回チームキーか赤いかどっちか見に行くと4300円なんですけれども、機械セット券というものがございまして、機と会どっちも見れて8000円ですよという、そういったお得なパックですね、はい、ごめん、かぶっちゃった、お得かぶりしちゃった今自然っぽいわけですお得だなと思って、いや本当にそうですね、前売りでどっちも別の、セット券じゃないく買おうと8600円なんですけど、セット券買えば600円安く8000円でお買い上げいただけます。そして、機械セット券。今言った8000円で見れる機械セット券があるんですけど、それとは別に、機械セット券ハイパーというものがございます。これが、今言った通り、機チームと会チーム。どっちも1ステージずつと、あとは特典がついておりまして、この特典が2個ついております。劇団員、室田圭斗、プロレスラーとしても画家としてもですね、活動しております。室田圭斗の書き下ろしのブックカバー。こちらは、フライヤーの画像とは別のものを、もうブックカバー用に書き下ろしております。これがつくのと、あと公演オリジナルのしおり。こちらを受付でお渡しいたします。この2点がついて1万円となっております。何卒お求めくださいませ。カバー何サイズ？うんこサイズですか？ちょっと待ってくださいね。ブックカバー。うんこ。ちょっと今ね、あの肋骨のラインを遡って。みんな文庫。ハードカバー。A4 って書いてます。A4。こんなの。A4 ってことは？A4 ってことは？ってこと。A4? 紙なの？折って使う。折ってどうにかする。折っていろいろ使えるやつじゃ。なるほど。文庫でも使えるし。ああ、便利。そういうことです。かな。
ゲストさんにフォローしてもらうっていうね、すいません、勉強不足で。にしてもよし、コミックにしてもよし。めちゃめちゃフォローしてくれる2人とマブの力。千鳥さん。千鳥さん。しおりのサイズかって。いじりたくなっちゃう。ツイッターでね、情報を公開したいと思います。はい。すいません、ありがとうございます。まあ、とりあえずちゃんとしたものがちゃんとこの2つつきますので、それは本当です。しっかりとですね、作っております。こだわって作っておりますので、ぜひともチェックしてみてください。はい。はい、そして配信感激ございます。こちら配信期間10月1日から10月31日予定、1ヶ月間の予定でございまして、こちらは前売り2500円、機械セット券、どちらのチームも見れるよという券が4500円と、こちらもお求め安くなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。さあ、最後にですね、今回割引がございますので、そちらだけ紹介させてください。まず肋骨みかん同好会、こちらは毎公演ですねやっております缶バッジキャッシュバックというものがございます。こちらがですね、劇団肋骨みかん同好会のロゴ入りオリジナル缶バッジ、こちら各公演ですね、アンケートをご協力していただいた方にプレゼントでお渡ししたりですとか、1個200円で販売とかしてるんですけれども、こちらもうお持ちの方は入場時受付にてご提示いただければ、その場で100円キャッシュバックさせていただきます。そしてもう一つがですね、今回のタガメキタン州オリジナル割引、タガメ百物語割というものがございます。こちらですね、身の回りで起きたちょっと不思議な話をハッシュタグタガメ百物語をつけて各種 SNS で投稿していただきますと、投稿済み画面受付時にご提示いただければ、その場で200円のキャッシュバックさせていただきます。なお、投稿された物語の一部は後日出演者など関係者が朗読の上、劇団ホームページ他で公開させていただきますと、ちょっとそういった割引がございますよ。楽しい。ちなみになんですけど、はいはい、私生きてきて今まで不思議な出来事一回もあったことないんですけど創作でもいいんですか？いいでしょう。ああそんなそっか、不思議なこと一回もない人が、うん、タスイチの小立さんも同じこと言ってましたね。なんかあれだな。どういうこと？そうな、アンケートの回答で不思議なことないんですよねっていう回答が書いてました。小田さん、正直な人だなって思って。朝起きたら部屋の中にセミがいたって。オッケーです、ね、最高です。そういうので普通にやる。虫触れないんで。あ、うちの奥さんに伝えました。僕は触れないんで。まあでもそれを投稿していただければ200円キャッシュバックですからね。そうなんだ。セミ触れないんだ。プロさん。そういった割引の方をさせていただいて、今のセミが触れないっていうエピソードも誰かが読んでくれるっていうことですから、楽しみにしてください。はい、ということでですね、長々とお伝えしてまいりましたタガメキタン州くるくるさんについてだったんですけれども、最後にお二人から一言ずついただいてもよろしいでしょうか？はい、じゃあ、ヤシロさんが締めた方がいい。人そうだ。はい、一言でもなんか喋りたいこといっぱい喋っちゃったんですけど、日本のラジオもそのタガメ市の周りのこともなんか劇団肋骨みかん同好会の世界観も私はすごく好きなので、個人的にすごいなんか嬉しいお祭り公演だなって思ってるんですけど、まあ、その同じ思いでいてくださるお客様がいたら嬉しいなって思うし、その今回のタガメキタン州で、まあ、同じ思いになってくれる人がいたらいいなって思ってます。タガメシマニアに一緒になりましょう。はい、以上です。ありがとうございます。八代さん、お願いします。
はい。ですね、まあ、うちもあれなんですけど、他の、例えば、下位チーム、他の2つの団体、すごい作品楽しみですし、キチームの3つ、全部6作、僕、今楽しみにしております。もう、ホラー、怖いかなっていう、思ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、多分いろんな、もう多分全然、ホラーの多様性みたいなことがすごい味わえると思うので、もうちょっと無理だなと思った団体だけずっと目つぶってればいいと思うので。怖いだろ。つぶって終わったって。あのなかったことにして6作もあるから全然楽しめると思います。ぜひぜひ見に来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、そうしましたらそろそろお時間やってまいりました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどもよろしくお願いいたします。さあ、本日のゲストお二人とも本当にありがとうございました。楽しんでいただけたならば幸いでございます。ございます。はい、改めまして、本日のゲストは田賀北男子チーム会日本のラジオくるくるさんより八代秀樹さんと星秀美さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは皆さん、劇場でお待ちしております。ではまた次回よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。怖い怖い。ちょっとすいません、うちのベイビーが怖い、めっちゃ怖かったよ。